はい、こんばんは、山田と申します。恵方巻徹底調査シリーズ2024。本日はね、アピタでユニやっていこうと思います。ピアゴも含まれてくるのかな？ピアゴ、ユニでね、やっていこうと思いますよ、ということでございます。最初にね、触れたことを、項目のところに、プラスで、ね、寿司5年って入ってると思うんですよ。去年と違ってね、なんか増えてるけど、なんなんやろっていうことなんですけど、これね、寿司5年っていうのは、アピタピアゴ、とかの、ところに入ってる、アピタピアゴさんって、大きな会社さんなんですよ。結構全国展開も、ほぼ全国展開でね、されているし、多分そのスーパーマーケット業界でも、売上業界トップ5ぐらいには入ってくるんじゃないかなっていうぐらい、こう、大規模なところなんですよね。愛知県を地盤、名古屋、稲沢市に本社がありますけどね、というようなところで、なんですけど、実はその大規模なね、そのマーケットチェーンなんですけど、実は、テナントが、デリカのテナントが、実は、自前ではなくて、基本的に金二さんっていうね、ところが入ってて、グループ会社さんといえばグループ会社さんと、っていうのがですね、金見さんも金見さんでちょっと別のところにも出してたりすることあるんで、ほぼほぼ、確か資本関係はあったと思うんですけど、金見さんと、アピタユニはね、っていうのがあったりしたんですけど、なんか最近はちょっとそのあたりもね、いわゆるユニさんが、ドン・キホーテさんにね、のグループに入ってて、ちょっといろいろと変わってきているみたいなんですけど、先ほどはそういう形で、自分とは自前でね、アピタユニさんって、デリカコーナーを持たないという傾向があったので、基本的にアピタユニさんをやるってなると、金見さんのね、特集をやるというようなのに、ニアリーイコールになってくるんですよ。で、金見食品さんが、だいたい金見の入ってるセナントのところに、実は寿司コーナーとして入っているのが、この寿司御殿さんっていうところなんですよね。で、実はこれ、三重県だと、うちの対象地域だと、菰野町になります。菰野と、どこだったっけな？どこにもあるの？寿司御殿があるところは、桑名ですね。あっちの桑名にも入ってますね。とかっていうのがあったりします。っていうのがあるんで、一応そこのところもね、一緒に、実は、簡単に言うと、小物のピアコに、チラシの情報をね、取りに行ったら、そうじゃ、寿司御殿ってあったなと思ってね、調べてみたらそういうことだったんで、あ、そっか、そういうことだということでね。じゃあもう一緒にね、まとめて、見ていこうじゃないかというわけでございますね。という形なので、今回のところに、寿司御殿も入れさせていただきました。結果的にね、実はちょっと、なかなか、すごいことになったんで、そのあたりもね、しっかりと、見ていければと思います。まずはね、去年のデータからね、寿司を起こすっていうのは、掘り起こしてね、見ていこうと思います。あったゆに。どういうような、ね、変化が出てくるのかというところなんですけど、去年のデータが、その寿司御殿が入ってないっていうのもあるんですけど、ちょっとね、他にもね、ちょっといろいろとね、どうもデータがね、探り切れてなかったのかなっていうところがいろいろとあるんで、まず去年のデータからね、見ていきましょうか。とりあえずね。さあ、ということでね、データ、切り替えてきましたけど、雰囲気にして、はい。こんな感じでね、去年は結構シンプルなデータでしたね。食分を分そばきとかいうのがあるのだと、贅沢マグロ、贅沢そばきとか、結構ハイエンドモデル、ね、かなり高い、4000円台とかの設定もあるという中で、品目としては7品目という形で、かなり、絞られてるんだなという印象だったんですけど、もしかしたらこれ、店頭に置いてあるチラシの持ってき方が良くなかったのかもしれません。今回、改めて調べてみたら、ちょっとね、この辺りとかも大きく変わってきました。で、実際、じゃこれ見てみると、去年の7品目だからない、そんなにね、品目が多くない、っていう中で、どこだ？山中ですね、これ、ちょっと、ないよ。はい。ユニカップか、普通車のみだったかなというグループになってますけど、おそらくそうだったのかなということですね。こんな感じで、ちょっとね、観光チェーン店もいかないところからね、設定になっていたなというイメージだったんですけど、今年になってくると、ね、これがね、ちょっとガラッと変わってきます。今年のデータは、もうちょっとこうなります。ドンと。
お、なんか、やたら増えてます。やたら増えてますね。そうなんですよ。なんか、すごい増えてるんですよ。すぐ、あーっとあるんですね。なんか、あれ、切れてなかったよねってことなんで、早速ね、これは、秋田さんのね、データから見ていこうと思います。秋田さんのデータがこんな感じというふうになってます。これ、オンラインショップのところで予約ができるやつで、設定してあります。実はその、個人に行ったんですけど、まだね、カタログが、見当たらなかったんで、その星5ですのやつしかね、見当たらなかったんで、ちょっとね、今回はね、こういうような形でね、撮らせていただきました。で、できましょう、ということなんですけど、まず最初にね、どんと来てるのが、皆様、リンクの方でまた貼ってきますので、そちらの方からね、また、見てもらえると、わかりやすいかなと思いますので、よろしくお願いします。で、将軍黄金、言葉聞いてるのが最初にどんと来てますよ、ということでございまして、私もそっちの名前のやつを見ながら、将軍黄金太巻きね、っていうのがどんと来てます。錦糸卵でね、のり代わりに、ね、包んであるかなり、見栄えもねと派手が、さすが名古屋という感じのね、やつになってますねという感じでございます。これ2247円という風になって、これが一番前に手前に来てますね。で、それのハーフが用意してありますよ。で、次のところが海運アプタン海鮮巻きセットということで、これまたハーフ6本入ってます。中巻きですね、の6本セットが入ってるやつが来てましたね。これが、1815円という風になってますね。これは、本マグロ、中トロ入り、マグロ、サザキ、中巻き。で、これでも本マグロ、中トロ入りってなっておって、実は去年と、ちょっと変わってるところとして、これもね、実はね、あくという意味は、まあね、去年はね、南の方で、去年も南マグロといった形で、南マグロ中心だったのが、今回は全部本マグロで統一されています。っていうのも一つ特徴かなと思います。多分単純に、多分、本マグロのレートがちょっと今年安いのか、南マグロのレートが上がったとも言えるのかなということですね。だったら本マグロの方がね、ブランドイメージあるしっていうところもあると思います。で、だって入ってますよと。よかったタイプですね。はい。ブラウンというところも入ってますよとか、ありましたということでございます。で、次に来るのが、このね、本マグロ中トロ入りたたきと車エビの海鮮幅巻きとかね、これはちょっと豪華な感じのやつになってますけど、これが、1599円って来てました。これを、ちなみにね、この将軍太巻きね、太さ9センチ、横9センチ、高さ7.5センチことなので、相当太いですのでね、っていう形で、かなりでかいっていうのをね、頭に入れておいたら怖いと思います。で、アピちゃんのやつは35歳、これでも中巻きですね、サイズ的にはということなんですけど、この方はもう太巻きって形で5.54で、サイズがちょっと横幅大きめの2切りにするっていう設定なんですよね。交差1センチの、傾向差があるというような、カタログ表記の設定になっております。基本的に大体直径で書いてあるところが多いですけど、こういったようなね、やり方をしてあるというのも、まあ、手でやるところは基本的に縦になりやすいんですけど、基本的に手で握った場合、この、横長の形っていうのが基本フォーマット、お寿司としてのクラシックな、ね、フォーマットになってくるので、そこのところに対する、こだわりがしっかりとありますよというのがね、こういったところから見て取れるのかなというところですね。で、さらに、18センチで、これが中トロ入り、本部で中トロ入りしたときは、のやつですね、もう一つか、がありました。で、さらにサーモンと車エビ入り、アボカドサラダも、これは去年何かね、ちょっとだけの間違いのがありましたね。サーモンと車エビ入り、海鮮サラダ巻きがアボカドサラダ巻きっていうふうになって、アボカドがしっかり入ったやつになってますよということでね、より、美味しさがね、引き立つような感じになってるんじゃないかなというわけでございます。リーフキュリーパインとかね、かなりこれを食べ応えはありそうな感じになってますね。これは1080円。で、同時は半分もありますよという形です。同時の方は単純に半分じゃなくて、ちょっとね、もう2本分、ハーフを2本間だったら1本の方がちょっと得意ないよっていうような設定の仕方ですね。で、さらに、キシメニアナゴ1本太巻きっていうのも入ってました。キシメニアナゴがドーンと入ってるやつで、これが、951円。溶かし卵、かんぴょう、きゅうり、塩コマ、アナゴタレということで、951円となってました。で、これのハーフも540円であります。で、さらに、豪快ズワイガニたっぷり太巻きっていうのがあって、これがズワイガニが重いですね、とかとかとのってかなり豪快なやつになってまして、これがですね、ちょっとこれの周りだけちょっと横幅の設定が気にはなかったんですけど、
ちなみにこの庭の、ね、やつは、さらにちょっと扁平になるという、穴子が入るかね、横長になるということなんで、64というふうに高3、2センチ生まれますよって言っただけですよね。かなりこの辺りも、物に対しての、穴子だったらね、その穴子がぐるっと丸まるんじゃなくて、さらに、ね、それがドンと横に来る形で、ワイドになるような形になることによって、より穴子感を楽しめるっていうような、一口目にかぶりついたときに、どのようにしたらベストに美味しくなるのかっていうのを、この、横幅の設定を変えることによって、っていうところまでも多分計算してるんだろうなというところが見えてくると思いますね。これは私は総菜専門店、カレミさんっていうところを感じますね。ということでございました。で、これはね、ちょっとね、なぜかね、勝負とかなかったんですよね。カレミさんの中で言うと。という形で、その差がおそらく18球になってくると思います。裏向きにあるんでね、ちょっとまた特殊な味ですよね。幅はちょっと全く読めないですね。カニがその上にドカドカと乗せてあるんで、もう多分それでだと思うんですけど、機械が。で、ズワイガニにカニとに、味付けまついくらに、頼むっていう、まあ、カニっていうやつですね。3,210円。8,169円として出てました。ということで、ここまでがカネミさんの商品のラインナップになります。のハーフまでですね、11品目が、なってきます。で、そこからウリュウさんっていう、魚、水産コーナーの方の、やつが入ってくるというふうになっていますね。で、こっちの方のやつがまずずらっと入ってくるんで、今年はすごいラインナップになってます。去年ももしかしたら本当これだけあったのかもしれません。ちょっとすみません。調査不足だったのかもしれません。で、こっちの方はどうなってくるかというと、北の幸たっぷり2巻の分に入ってるんですけど、ここに表記のところが、横高さが、ここから表記がなくなっておりました。長さについても、特に記載がなかったハーフか1本かという表記のみになっておったんですけど、まあ、おそらくこれは、大きさとしては18センチ、9センチのものになってくるのかなということで、印象が過去だと思われますので、そうするとこの企画に、なってくるのが必然だと思いますので、一般的に普段売ってるね、その巻き寿司のやつとかからも考察して、これで間違いはないだろうというふうなところで、推察をして送られたりとか、断定はできません。データとして、エベレスト名義があるわけではありませんというところだけは、念頭に入れて、私は OK してもらったらいいと思います。パスポタイとかから見てもおそらくこれで持ち出はないと思うんですけど、毎日ね、違ったよとかっていうようなね、あれだったら、もしかしたらね、世の中には、例えばね、実際あるんですよ。こういったの、カタログとかとちゃんと表記が、間違っていないかっていうのを、ちゃんとチェックするためにね、自分で買ってきて、で、ノギス計測して、ちゃんとその表記通りの、基準を満たしていたかどうかっていうのを、測ってね、あかんかったらね、農水省とかにね、書き込んでいくっていうね、すごい、方とか、いらっしゃるんですね、熱心な方っていらっしゃいますんでね、もし来たら、ところとか、見に来る人とかいるかもしれない、いらっしゃるかもしれませんね。もしちょっとデータでそういうのがあったよとかいうのがあったら、ちょっとね、また、教えていただければと思うんですけど、どうしてもまあ、これで問題ないでしょうということでございます。一応、万が一の屋外地までね、しっかりとね、踏まえていくというのはね、大体できてないのがこっちの近くなんですけど、まあ、とはいえね、わかるところはね、こっちで作業ができるところはね、こういった感じで、すべてを免除していくというのはね、大事なことだと思ってますので、やっていきましょう。というところで、じゃあデータを見てみましょう。2031、というのがあります。北の幸サップリ太巻きというのが入ってきます。これがね、一番上に来てましたね。で、これが、北の幸サップリ太巻きで、かなり、いろいろと入っている、いくらがね、どんどん目立つ感じなんですけど、写真で見るとね、ホタテ貝柱にいくら、ブーアイ、ゾンズワイガニ、ボウリングまで入ってますね。これでも面白いのが、こっちはズワイガニとかっていうような、これもボウリングがどんどんあれなんですけど、どうもね、これね、カルミさんとこっちら、品名は、それぞれ変えるみたいですね。ズワイガニ、こういう表記でした。これズワイガニ、こういう。で、そのズワイガニ、フレーク、フレークを言ってるような感じのものになってましたけど。で、さらに実質ぐらいの極太化したともきもあります。これが4,083円。これはそうそう、やんちゃなやつですね。うわーっていう感じなんですけど、もう、ありとあらゆる豪華なものが入ってますよ。金目鯛、中トロ、本マグロ、中トロ、本ズワイガニ、アトランティックサーモンに、カズマグロ、アスケマスコに、さらにネギトロに、エビに、イカ、さらに、むちゃくちゃ、ウニまで入れてます。もう、ワイヤですよ。10週、ドーンと入ってるっていうのがあります。これは4,083円。さすがに、これが今、サイドモデルになってくるのかなって、こう、あります。
ですね、ラインナップだから。で、これはハーフも全、ハーフでも1247円ですが、かなり、かなり豪華ですね。で、それがファッシーになったのもあります。二万ふともきっていう風な名前で、で、3003円となってます。で、足元は誰とかあります。ヒラメ中トロカンパティアグランティクサーも、マライカズノコ、あ、つけますとネギトロってなってるんで、まあ、こっちの方が味のバランスが取りやすそうなのかなっていうところですね。こちらはもう本当に何でも入ってるんで、もう大ヒーローみたいですか、金鯛とトロとズワイガニとサーモンですからね。で、イクラですからね。これはね、もうね、もう、大乱闘ですよ。口なんかすごいことになると思いますんで。舌が超えてないよと。そこまでの味をね、すべて見極められる自信がない方、こっちでもいいかもしれないというぐらい、すごい、あれですね。こっちの方が、そのあたりバランスが、中トロとね、新しいサーモンとかで、マダイとかっていう感じと、シブラ漬けのものが加えてくるので、わかりやすいかもしれませんね。ということで、3003円、1599円のハーフの設定もありますよ、というところでございます。さらに、日本海の恵みを味わう太巻きというのが入ってくる。これがね、ちょっとね、またちょっと、また、変わってきたところ。これがね、どんな感じになってくるかというと、今度はサワラですね。で、攻めてきます。で、さらに、石川県産のスルメイカそうめんに、東北県産甘エビとかってなってる。これもしかしたらちょっと、産地変わってくるかもしれませんね。スルメイカそうめんってなってるんですけど、今、石川県が、水は、これどこで取ってるかにもよるんですけど、石川県の漁港だと、今、ちょっと、水揚げとかがかなり困難になっているところも出てきてると思いますので、もしかしたら変わってくるかもしれません。一応、今の段階では、こういった表記だったら、そのままの表記で、案内させていただきます。あ、こちらの子、ありつけます子ということで、まあ、こればかしはね、もう、正月のね、1日の、ことだったんで、そうだね、すぐに、カタログとかもね、もう、絶対分かってるところでの話だったと思うんで、どうなってくるかというところなんですよね。まあね、使えるんであればね、ぜひね、使っていただいてね、というところなんですけど、難しいところです。というところですね。で、2571円、あとは1383円という設定でした。で、さらに、番目が、サリカツの子、入り、ブリたっぷり、海鮮太巻きっていうのが入ってきます。もう軽いに軽いの、ブリですよ。入り、ブリたっぷり。すごい、もう、なかなか、いい色なのが入っております。これは宮城県産の黒セブリですね。黒セブリに、さらに、フォーツワイコントロールGの棒肉に、カジノコ、預けますか入っているというのは、ああ、すごい。ってのがあります。これ2031円とかって、まあ、ブリメインで、カニも味わえてってところですね。おっかいな感じですね。で、ハーフも1008円設定がありますよと。さらに、ウォーユーの本マグロ中トロギッシュフトの金属で、これはもう本マグロ中トロオンリーで、ドッサンと入ってるっていう形でございます。これまた、これは、ミューガー体がある感じになってますね。マグロはもう、これでもかって入ってますんでね。これが中トロで、オンリーで攻めるってことで、かなり食べると、結構見た目以上に食べ応えあると思うんです。で、これ1275円で、18セント設定が高くなっているところですね。1127円、ハーフは681円の設定もありますよってことです。さらに、それとは別で、マグロ尽くしっていうのもあります。これっていうの方は、本マグロ、これじゃなくて、木肌の方になってきますっていう感じですね。なんかやつがあります。これ、マグロ尽くしとのことですね、そうする。で、こっちの方、キハラマグロにネギトロが入ってますよっていう形で、こっちの方が、いわゆるシンプルな感じのマグロのやつになってるのかなという、合成に来たやつがあれです。わかんないですよ、特にね、油のね、マグロもやっぱり油がしっかりとあるのがめちゃくちゃでしたし、いやそこまでね、赤身のね、マグロのね、ところっていうのだったら、こっちの方がいいのかなというところですね。入ってまして、1本951円、ハーフは5セットは573円となってました。ここから同じような感じのラインナップが続きます。バリエーションのところで、サーモン尽くしという形で、サーモンの方のサーモン尽くしストップ、ツアーナマトランチックサーモンに、アフリアトランチックサーモンにトラウトサーモンが入ってて、サーモンサーモンサーモン、トラウトサーモンが入って、コースサーモンという形で、さらにマスコンが入れてる、503人になっているという形で、ツアーンとなっているマスコンのという感じで951円、1本のアドリの価格でカーフサーも設定がありまして500万円です。これまたこれで、バルドバルドクリの太巻きと同じような設定をやってますけど、実はマグロとの設定はこっち、朝の出しもやってくれて、そしてニアナガもトンクキュるわけですね。こだわりの1時目、ニアナガを太巻きです。こっちは締めがこういった形になってました。こっちはね、皆さんは締めをこの1時目っていう形にしてましたけど、1時目、同じ1時目って意味なんですけど、こっちの方1個です。これ品目のところはこっちの1時目になってました、ということなんで、読みやすさを重視したのかな。これでいきじめっていうのがね、
なかなかすぐにピックアップが分かりにくい人もいらっしゃるでしょうかね。ということなのかなという、感覚でした。自分に合うのは、この卵芯、急に芯が入って、品目で新規落として、573円ということで、じゃあもう、穴子をシンプルに刺しにやすいような、ラインナップになってますよってことですね。さらに、ウーブユニキの太巻き、ハーフセット、1707円設定があります。これはマグネット口の太巻きに、サーモニックの太巻き、1日目の、穴、2穴の太巻き、これが、ハーフサイズで揃ってますよってことですね。さらに、具材太巻き、こだわり具材、太巻きハーフセットまで、これはもう3本で、これ北尾崎そっくり太巻きハーフサイズに、本マグロ、中道ギッシング太巻きハーフサイズに、3本熟知の太巻きのハーフサイズといったサーフ、ハーフサイズの豪華版が揃っているやつでね、これは上の方が1707円とかっていうのは、豪華版の方が2247円というセットがあります。さらに、それとは別で、6種類のね、やつを 4.5 サイズ、4分の1サイズして、で、もう一口サイズに切ってあるやつで、食べやすくしてあげるっていうやつもあります。これは3003円の設定で、本マグロ中トロ、リシウストマキン、マグロスピスコトロジア、アトマティックサーモンの塩、サーモンズクシフトマキン、サイコラインの切り目にあがる太巻き、ここもこっちの切り目なんですよね。もう新聞ね、調子香の水だけの水のまさば、太巻きということで、調子伝説のところですね。クロセブル塩、マグロとプルトマキド、ドーンと入って、ドーンといって、という価格で3003円となっておりますということで、さらにそれに4種もありまして、これがマグロ好きするともきっと当たるんですけど、下のところにね、いつもの、まあ、より抜き汁をやって2031円、まあね、ボリュームほどにもね、さすがに、いっぱいありますんでね、抜くだとちょっと多いねっていう方が日本とかもどうですかっていうことで、まあ、結構お家族様の、人数とかに合わせて、とかね、お礼とか人数に合わせて、このあたり的に選んでいただきたいんじゃないかなということでございまして。ということで、実は今回だとドカンと33品目もありました。で、さらに寿司御殿は、これね、どうなのかなと思うと、全然もうラインナップ違いました。ラインナップ、さらに、追加で寿司御殿さんが入っているところ、店舗のところだと、これも、注文が可能になってきまして、海鮮御殿巻き、価格3219円、という形でございます。これが、フラグシップにトーンと来てまして、まあ、でっかい。すごい。まあ、いろんな海鮮入ってる形で、トロ、大エビ、イクラ、タケノコ、ホタテ、大トラ、サーモン、マグロ、卵、大葉、キュウリという形で、調達を強調化してるのかなと思ったんですけど、もしかしたら分けてるのかもしれませんね。表記の仕方とか難しく違いますからね。効果改正の、さらに特性、項目も1355円でありますよ。エビ、イカンピョウ、シイタケ、ポヤロク、カニダン、ムスミクラ、マゴコさん、マコマグロトラキニ、マグロカツノコ、さらにアナゴ、トビコ、オボロ、キュウリ、大葉まで入ってるっていうね。マグロに入るのはね、大葉に出てくるっていうのも、大葉もね、そもそも愛知県の方で特産なんで、大原町っていうところでね、今日滞在するので、そのあたりとかも、しっかりと、好みをした上での、こういったラインナップの、トッピングの設定になってきているのかっていうところで、さらにこれはファームの設定がありまして、1383のものもありますよという形でございます。これも、こちらもすいません、ロングとハーフに関しては、おそらく推定値という形でございます。おそらくロングが18センチ、ハーフ9センチの設定なのかなと、輸出したものちょっとお伝えしておさせてもらっておりますことをあらかじめご容赦いただければと思います。ということで、さらに続けていきましょう。国産ベニズワイガニ入りの、海鮮エコマキというのがあります。これ1707円設定です。もうベニズワイガニでトーンとあるっていう時に、こっちの方がイカサーモンとかも入れて結構バランスを取ってくる形になってるのかなですね。イカ、カニオンリーでオラオラはカニで押すというよりは、いや、うちはね、お寿司屋さんなんで、いろんなものをね、混ぜてちゃんとバランスをよく仕上げてきますよっていう寿司屋さんのこだわり的なね、ところをしっかりと感じて、同じようなラインナップのズワイガニとかのやつね、同じように3種類やっても、こういう風に品目のところを変えていきたいとか、いろいろ設定を変えることによって、楽しみ方、いろんなバリエーションを与えるっていう、こういう風にしてくるっていうあたりはかなり、まあ、やはり、実際の競争とかもしっかりとしてるのかなっていうところですね。そうしないとね、こういった感じで、すごいラインナップの豊富さには繋がってこないかなというところがあってしますよね。さらに同時ハーフで、960円の制度の最後まで、日本の後には仙台のラインでした。さらに、これは、これは、海道産フラッテの赤エビ入り、海鮮のキットにもあります。1491円の設定で、こちらの方は、北海道産の海鮮フラッテ、海鮮の赤エビか、サーモンとキュウリ、さらに大葉が入っているというような形で、海鮮のね、北海海鮮をしっかりと楽しむのに、もう十分これで、ね、一通り、しっかりと、満足できるようなね、ラインナップになりますよ。ということでございます。これで、一本1491円、ハーフの設定は862円でございますと、いったところで、最後の、
恵方巻きのハーフセットもあります。これは1383円、最初は1380円、ご質問と2787円で、それでは固定ですね。なんか、中で説明された、お機械製恵方巻き、ご電話、中古巻き、これがね、カセットの方にしか入ってもらえなくて、糖質が、糖質だとかがあるのかなってなんですけど、これがきっと一番一般的な服、恵方巻きなんでしょうが、恵方巻きとしてのその価格設定がちょっと載ってないんで分からなかったんで、今回は恵方巻きの基準価格の設定について使えないなというところでございます。ご収納やったらこんな感じになってますよ。断捨離して、の恵方巻きとか結構、こっちの方のセットオンリーのね、ものもあったりするので、これが当日販売が単品であるのかどうかはちょっとこちらのデータでもちょっと分かりかけましたよということでございました。ということで9が追加されるということで、これ見てみると、この間、あ、置けましたね。33度9高さで、すごいことになりました。まず、ユニーさんとね、見てみると、ユニーさんは4083円。恵方巻きはさっきのね、950円、どれでしたかね。これが、壁締めにあるな、もう、一本巻きじゃないな。どれで、951やろ。これが、引き締めにあらば一本巻き、太巻きを、今回は恵方巻きの基準のところに入れといたのかな。こっちからどうかなと思って、恵方巻きって書いてあって、一応これが、マグとかは入ってるんですけど、一応、サーモン、クラウとかで、おまあ、にあらば入っとけば、まあ、確かにね。それだったらこのかんぴょうとか入ってる、こっちの方がまだ、恵方巻きのクラシックに近いんですけども、どういうのも難しいなっていうことは好きなんで、一応この穴子が入っておっても焦がしたの、かんぴょう、きゅうり、かんぴょうとか入ってきてるし、ここが穴ということで、一応ここを、設定にさせていただきました。だから正直これに関しては、おそらくもっと一般的な、恵方巻き、クラシックな恵方巻きは当日販売があるのかなと思いますので、それのね、当日の価格が分かったら、このところの設定は、変えるかもしれません。っていうところでございます。まあ、それはよく書くで出てるのはこれしかないんで、これして、とりあえず行くしかないかなというところで、中央1で設定をさせていただきました。で、再生価格は540円と言って、口ぶでさ、3219円の一番高いというのは何でしたっけ、これですね、フラグシップの回線5点待ちまして、っていうところだったんですが、1355円、これも何をしてみたのかな。これですね、豪華特典恵方巻き、まあ、これですね、もう、そうかも、恵方巻きはなしにしようかなと思うんですけど、一応これが、ここの飛び子、入ってるキュウリ、とか、カツノコ、で、アナゴとかが入ってきて、卵とか入ってきているので、まあ、よっけ。まあ、椎茸ね、こうなったカンピョとかも入ってきてるんで、まあ、そうか、要件的な、その、品目的には満たしているのかということで、恵方巻きということにしたんですが、まあ、何せ、これ、すべてがね、豪華な感じで、どうせこの5年8福巻きが一番、恵方巻きのクラシックに近いものになってくるんじゃないかと思うんですが、というような、ところは、そういう撮のところからは、もうちょっとこちらの方にしておきました、ということで。一番最低が862ということで、かなり見えてきましたね、かなり差別化してるんですね、これ、それぞれの立ち位置のスタンスは、しっかりとしていて、これは数字ではもう確実に、ここを、ね、狙いしてやめてきてますね。タレ製のようなマルチューさんみたいなところ。で、ですが、最低額の設定がかなり強気になってきてる。やはり本格推奨のあるところだよっていうのをしっかりとアピールしてるなっていうところがあったりします。で、さらに、ユニーさん、1383円と。イオさんね、11000円っていうのはちょっと飛び抜けてますけど、一般的に見てみると4000円を超えてくるので、ハイエンド価格のものをフラッシュ、持ってきてるというのは、ちょっと特徴かなということですね。で、恵方巻きは951円、ちょっとまあ高めですけど、1000円を超えてきてないと。今年意外とその、予約の段階ではこのクラシックな恵方巻き的なもので、ローな価格のものじゃなくても、かなり、回線ももう、ちょっと追加して、かなりちょっと合成してくる傾向あるのか、差が上げていく傾向にあるのかなってことですね。その中でちゃんと最低価格が540円のものを設定してあるというのも、ちょっと特徴であるので、かなり、その、飛び抜けたところの差はあれと、やはりイオンとかと同じような総合スーパーの、ラインナップになってくるのがところですね。栄養価格ですけどね。で、アイテムさ33とかがかなり、多い、ところですね。うん。
で、さらに5、セット販売5ということで、かなり単品でいろんな品目を集めてるんだなってことですね。で、10セット目のものは19で、さらに、18セット以上14あるということはね、このあたりもやはり、10センチが19ということで、ハーフのラインナップをかなり強化した。去年と比べると、このハーフの強化が非常に顕著なんですよ。去年はハーフミニが、ユニーさんは、11の設定だったってなってたんですけど、これね、すごい、一気に増えてきてるんで、ハーフに相当力を入れてきてるなっていうのが、こういうところから見て取れるのかなというところでございますね。で、1月29日の設定、締め切りとなっておりますよということで、まあ、かなりアイテム数33と一番多くなってきましたし、こっちに入って、他社もね、比べてもかなり、フォーム機、力入ってるなというのが、今年どこも力が入ってるなというのはちょっと見て取れるので、かなり、フォーム機ね、好きの皆さんとしては、今年はこういろんな期待ができるんじゃないかなということで、ね、他のところもね、チラシがデスパートのところは、これで一通りだったのかな。後のところはちょっとチラシがなかったりだとか、ちょっと直前、当日も販売オンリーでやるようなところとか、そういったところとかが、わーっと入ってくると思いますので、その辺とかはちょっと、まとめちゃったりとか、いろいろと、検討してやっていこうかなと思っております。ということで、ひとまずまたこれはこれぐらいで、あ、王冠わかるわ。王冠はもう、使ったのが出てる。これでやっていきましょう。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。